湯山。こんにちは、浪人プーです。今回ですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。手持ち用の扇風機になります。サンキューっていうカードです。取扱説明書、充電用の USB ケーブル、スタンド本体になります。USB 充電式、こちらですね、充電式になってます。で、フル充電はですね、だいたい 3,4 時間ぐらいかかるというふうに取扱説明書の方には書かれています。で、風量なんですけども、3段階の風量になっています。1つ目の風量ですね、はい、これでだいたい 2.5 時間ぐらい使えるようになっています。はい、そしてもう一度押すとですね、2つ目の風量になります。これで 1.5 時間ぐらいの使用時間になります。そして3つ目のモードですね、これで1時間程度のですね、使用時間になっています。本当に今暑くなっているので、このような扇風機ですね、最近電車の中でちょくちょくこのような扇風機を持って、手持ちの扇風機ですね、使われている方見るようになっています。3段階のモードを使い分けることができるようになっているので、とても用途に合わせてですね、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。そしてさらにですね、こういうスタンドが付属してますので、デスクの上でこのように置いてですね、使うことができるので、とても重宝するんじゃないかなというふうに思います。まあ、きっとシーンとしては、家では普通の扇風機があるので、会社ですね、事務所の中でパソコンの横に置くっていうような感じで使うときにとても便利なのかなと。そして、通勤の時はですね、充電し終わってこれ持ってですね、電車に乗るということがですね、できるんじゃないかなというふうに思います。電源を入れたときはですね、こちらのサイドにある USB の電源と反対側の方にある LED ランプが点灯しますので、今動いてるかどうかっていうのが分かるようになっています。まあ、風出てるし、音鳴ってるし、まあ、音はですね、そんなにうるさくはないです。これ見てください、薄いですよね。ちょうどカバンの中に入れやすいサイズになってます。とてもこれありがたいというふうに思います。この暑い時、こういう扇風機とても助かります。これいいと思います。ぜひ使ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。